以前私が作った動画でパッターン属性が違うから落合氏の打撃理論は手が先となり、一郎氏の打撃理論は手が最後となる。つまり落合氏はホームランバッターなので振り遅れないために手が先になり、一郎氏はアベレージヒッターで振り遅れても足でヒットにできるので、難しい変化球にもボールにコンタクトしやすいように手が最後となると説明したが、今回はフォーム的になぜ落合氏は手が先になり、一郎氏は手が最後になるのかについて新たな発見があったのでお伝えしたいと思う。まずはフォーム的になぜ一郎氏は手が最後となるのかについて理解するとき、落合氏のこの発言を聞けば一発で理解できる。スウェイすることでトップの位置も浅くなる。前方へのスウェイでは体と一緒に腕も出てきてしまう。要するに一郎氏のような大きくスウェイする打ち方は体と一緒に腕、つまりグリップが出てきてしまいやすいのだ。ということは一郎氏は元来フォーム的に手が先に出やすいフォームになる。だから手が最後という意識を持っておかないと、緩い変化球に対して手が先に出て対応できなくなるのだ。一郎氏の手が最後という理論は手が先に出やすいがゆえの意識だと言えるはずだ。事実一郎氏はとんでもない落球に手を出してしまうことがある。それはやはり落合氏が言うようにスウェイする打ち方は体と一緒に腕、つまりグリップが出てきてしまいやすいフォームだからだろう。ただ一郎氏は自身で、僕の最大の特徴は手が最後まで残っていることですと言っているが、元来腕が先に出やすい一郎氏のスウェイするフォームから考えると、それは難しい変化球を打つために手が最後まで残っているという意味であって、スイングを止めることができるという意味での手が残っているではないように思える。あくまでもボールを打つための範囲で手が残っていると言っているように私には聞こえる。要するに手を出すことを前提にして手が残っていると言っているのだろう。そうでなければ悪球に対して手が出て止まらないことが多々ある一郎氏の手が最後という理論は辻褄が合わない。一方、落合氏の手が最後という理論をフォーム的に理解するとき、落合氏のグリップの動かし方を見なければならない。落合氏のグリップの動かし方は、まずは構える段階でグリップを体の前に置いている。そこからグリップを後ろ、つまりキャッチャー側に引き上げながら足を上げステップしていく。簡単に言うと、落合氏はバットを振り出しに行くまでに、バットを後ろ、つまりキャッチャー側に引く動作をしているのだ。この動作は野球界ではバレと言われる動作だが、よくよく考えるとこの動作はバットを後ろに引いているわけだから、グリップが遅れやすいフォームとなる。特にアーチャー野球でヒッチするタイプのバッターなどはグリップを後ろに引く大きな割れを意識すると速球に詰まりやすくなる傾向が強い。要するに落合氏のようなグリップを後ろに引くバッターはグリップが遅れやすくなるのだ。だから元来グリップが遅れて手付けやすいフォームである落合氏は手が先という理論になるのだ。実はヒッチをしてそこから落合氏と同じようにグリップを後ろに引き上げる動作をする王貞治氏はグリップが遅れやすいことを示す言葉として次のように言っている。ステップしてから打つということになるとどうしても手が遅くなるわけで、ステップするのと同時に打つぐらいの感覚でちょうどいいと。2人のフォームと王氏の発言から分かることは、
初めにグリップを体の前に置いておき、そこからグリップを後ろに引き上げ大きな割れを作るタイプのフォームは、振り出すときにグリップが遅れやすいということだ。だから落合氏はグリップが遅れないように手が先という理論になるのだ。一方、一郎氏のグリップは構えたときからトップに近い位置にある。このタイプのフォームはグリップを後ろに大きく引き上げる動作は少ない。グリップをトップの位置に残している感じだ。ということは後ろに引く動きが少ないので、ステップしていくときに体と一緒にグリップが出てきやすくなる。ましてや一郎氏は大きく滑りをするタイプなので、落合氏が言うようにグリップが前へ出やすくなる傾向が一層強くなる。だからそれを防ぐ意味でも一郎氏は手は最後の意識が必要なのだろう。まとめると、落合氏はグリップをはじめは体の前に置いておき、そこからグリップを後ろに引き上げて大きな割れを作るタイプだから、フォーム的にグリップが遅れやすい。だから手が先となる。一方、一郎氏は初めからグリップをトップに近い位置に置いておいて、そこから足を上げて滑りしていくから体につられてグリップが出てきてしまう。だから手が最後となる。これはあくまでも私の見解だが、落合氏と大氏がグリップを遅れないようにするために同じようなことを言っていることと、落合氏が言う前方への滑りでは体と一緒に腕も出てきてしまうという発言と、一郎氏のはっきりに手を出してしまう事実を考えると、あながち机上の空論ではないように私には思える。